どうもすみませんエリザベス城杯の結果分析です一着ジェラルディーナ二着同着ウィンマリリンとライラクでした最終的にウィンマリリンとマジカルラグーンの二択まで行ったんですけどねまああのレーン機種,機種を選んでウィンマリリンを買った人もいるとは思うんですけれどもそれで今年のエリザベス城杯はババのうちの方が荒れてた あとは重馬場まで行ったっていうこともありますけれども、まあ、レース展開も含めてで結局内を通った馬と外を通った馬とで全然違うというか上位5頭の馬に関しては明らかに外回った馬でしたしさらに言うと上位4頭の馬に関しては4コーナー前後回る時に外回って全くブレーキ踏まずにスムーズに加速している馬たちなんですよね。 ですから馬群の中入ったような馬とかもっと言うと内に入ったような馬なんかは絶望的な展開馬場でまあ外回った馬と内を通った馬とで比べると5馬身以上は有利不利っていうのはあったと思いますね。まあ、ですからこの g 1でこういうようなことになるっていうのは本当に馬がかわいそうっていうだけじゃなくて今まで馬を作ってきた。 関係者の皆さんたちも本当かわいそうだなっていうふうに思いますしまあ競馬なんでこういうようなこともある運がなかったっていうふうに気持ちを切り替えるのかもしれないんですけれどもまあせめてまともに力勝負ある程度その有利不利が少ないような感じの中で競馬させてあげたかったなっていうふうに思うところありますね。それで 外国馬のマジカルラグーンに関してはまああとで細かくしゃべりますんでマジカルラグーンに関しては基本的には買わない方が良かったかなっていうふうに思いますけれどもただもう馬場とレース展開を考えると例えばマジカルラグーンの2番手あそこから競馬をするということに関しては、まあ、近年で凱旋門賞2連覇して最強牝馬っていうふうに言われてたエネイブルだとかもしくはアーモンドアイだとか。 その辺の辺馬馬が同じポジションから競ししたとててもまず絶対勝てないですも、ねまあ、3着も多分ないかなっていうぐらいそれぐらいあのポジションはレース展開的に,にもきつかったかなっていうふうに思いますしそれについては今から説明します。今回逃げたのはやっぱりローザノワール田中勝春騎手だったんですがあのー、もう田中勝春騎手かなりめちゃくちゃなペースメイクしましたね。 ねまあ、600m の通過35秒3まあこれは少し早めですけれどもまあ分かる範疇ですし 1,000m の通過1分03秒2分08秒ですからまあ1分ちょいぐらいの少し早めのペースだったかなというような程度で平均ペースで悪くはないですし 600m から 1600m の通過ここは1分1秒3あるんですがまあ あのそこまで極端に差がないっていうところで平均ペースで早めの平均ペースで流れたっていうようなイメージで良かったんですがでもですねあのそこの 1,600m のところから急にペースが上がってまして、まあ、その前の 1,400m が12秒2だったのに11秒8っていうふうにペース上がってますよね。で数字だけじゃなくてもう見た目で分かるんですけれども。 ラスト 900m ぐらいからですかね田中克治騎手が急にペースを上げたんですよねそれがもう何というか無謀なペースアップで今年の天皇賞秋で2着に構想したパンサラッサいましたよねあのパンサラッサが中山記念でやったぐらいな、まあ、途中からのかなり雑で大胆なロングスパートに入って。 もうパンサラッさでもないと明らかにばったり止まるようなペースの上げ方しててペースメーカーラビットとか、まあ、後続のどれかの馬の味方をするために他の馬たちを潰すっていうようなそういったような役割がやるようなやり方しててついていっちゃいけないところで2番手のマジカルラグーンとかウィン・マイティとかウィン・キートスとかその辺が。 なんか3頭横並びぐらいな感じでついていきましてもう完全に打ち目通った馬とかある程度ポジション取った馬群の中の馬とかがもう絶望的な展開になった理由っていうのはあのペースについていったっていうところもあるんですよねしかもうちの方馬場が悪かったのでなおさらっていうところでその分外からスムーズにババのいいところを回った馬たちが断然有利っていうようなそういったようなどハマりをしました。 それでは栗のプレミアムクリノプレミアムは、まあ、出来は悪くはないんですが良くも悪くも軽いというような感じでここだとちょっと底力とかパワーが足りないような印象距離的にもちょっと長いかなというようなイメージになってましたね。で、まあ、道中からずっとうちの方を通りましてまあばを読み違えたというよりかは。 うんなんか一発を狙うような感じでもあったのかなと思うんですが、まあ、とにかく内を通ったっていうのは最最悪悪っちゃ最悪でしたねローザ・ノワールローザのワーザワルは、まあ、仕上がりはまあまあ良かったと思いますね、まあ、少しぎこちなさはあったんですが、まあ、気になるほどでもなかったかなっていうようなところでで、まあ、この馬に関してはレース前から距離は長いだろうとは言ってたんですが、まあ、レース内容なんか見てたら思ってたよりも こなしたかなと思いますねですから綺麗なババアでマイペースで競馬できた場合だと 2200m は多分こなせるんだろうなっていうぐらいの内容ですでもあれだけ止まったっていうのはさっきから言ってる通り後半のペースメイクというかまとめ方がめちゃくちゃなんですよねもう無謀すぎてラスト900前後ぐらいから一気にペースアップしてなんか き奇襲みたいな感じで他の馬たちを引き離して馬場が悪ければ後ろも苦しむだろうみたいな感じでやったのかどうかわからないんですが、まあそこまでのことやるともうほぼ100%馬は止まるので何て言うかローザ・ノワールも勝ち負けできない乗り方でもありますし後続の馬たちの何頭かがその巻き込まれ事故みたいな感じで。 潰れ,潰れまくったっていうそういったような、まあ、結構めちゃくちゃな競馬を作ってしまったなというような内容ではありますね。ピンハイピンハイは中段の馬群の中から競馬したんで、まあ、ごちゃごちゃしたところでこの馬も結構きつい競馬になったかなと思いますんで外も頭と比べると断然きつかったかなと思うんですが、まあ、ただやっぱり馬体面なんか見ててもちょっと力強さとかパワーが足りないというか。 まあ、オークスとか距離こなしたんですがこういう風にちょっときっちり仕上げようとすると距離があんまり持たないかもなっていうような印象で多分 1800m ぐらいいいいがベストなななんじゃないかなっていう風には思いますねただもうちょっと余裕があって重厚感があるような感じだと距離は2,400ぐらいまでこなす可能性がありますし馬場が綺麗だったらある程度距離はこなすと思うんで、まあ、今回の。 荒れたパワーで渋っててしかも G1 でということになるとちょっとこのメンバーでは最後まで厳しかったかなっていうような内容ではあるんですがまあ、でもとにかく外回った馬たちが断然有利だったんでこの馬だって後方から外回ってたらそれなりの競馬したとは思いますねデアリングタクトデアリングタクトはまあ、今のデアリングタクトとしてはかなり仕上がり良かったと思いますね まあただレース前にも言った通り3歳の頃のそのすがるさとキレみたいなものはですね瞬発力はないかなっていうふうに思いますんでパワーと底力で勝負する感じのそういうような意味での今のデアリングタクトとしては仕上がりがいいということですねまあただこの馬に関しても中段の馬群の中ごちゃごちゃしたところが競馬しましたしまあちょっと4コーナー前後とかも外回った馬たちよりかはスムーズにいかなかったので やっぱり外回った馬たちの方が断然有利だったんでこのデアリングタクトも例えば外回ってスムーズだったら馬券圏内には来てたかなっていうような感じはありましたので、まあ、ちょっとごちゃごちゃとしてスムーズにいかなかったっていう風に捉えていいと思いますし能力的にはやっぱりここでは上位のものがあったなと思いました。外国馬マジカルラグーン マジカルラ軍はです、ね、まあレース前にパドック見てた時これどうしようかなっていうぐらいすごい迷うというかあのー、単純にこのタイプがほとんど日本にいないんですよね。ダート馬だったらこういう感じの歩き方馬体の形はいるっちゃいるんですがそれでどういった感じかというと後ろ足の出方がですね前後の可動域があんまり広くないというか。 足を上げた時も踏み込んでいった時もですねあんまりその体全体にその足先の力が体全体に伝わってないというかそういうような感じなんでまあ日本の芝ということに関してはあんまり向かない馬体なのかなというふうに思いましたしダート馬がというとダート馬でもなさそう、まあ、ダートこなすんでしょうが。 どちらかとというとやっぱりヨーロッパの方のかなり重い深いような馬場が合うのかなと思いますね。ただその飲めるような馬場が合うかというとそれも疑問で今回はうちの方だいぶ荒れてましたしさらに雨でうちの方湿ってましたんでちょっと日本の馬場でこういう風に湿ったらちょっとしんどいんじゃないかなっていう風に思いますんで例えばヨーロッパの方で。 思う不良ババとか言ってもある程度はこなすんじゃないかなっていうふうに思いますまあ、それとやっぱりですねまあ、最初にも言った通り展開とババがきつすぎましたねまあ、ローザノアル田中勝ある機種が無謀なラスト900前後ぐらいの急にペースを上げてのロングスパートそれについていってっていうような形になりましたので そこでフォーリー騎手も日本の競馬慣れてないんで焦っちゃってもうガシガシやっててさらにうちの方のウィン・キートスの松岡騎手とかも余計な形でうちの方から入ってきてましたし外のウィン・マイティに関してもやっぱりウィン・マイティは外回ってましたんで多少ババが良かったっていうのもあって手応え良かったっていうところもありましたしその辺のウィン・マイティも外からかぶせてきてでまだかあのこの2頭がですね 内外からプレッシャーかけなかったらここまで止まらなかったとは思うんですがもう内外から他の馬が来てて挟まれるような感じになってさらにもう完全に前に入られちゃったような感じになったんで、まあ、馬もだいぶバランス崩してましたしその分最後方まで最下位まで落ちちゃったっていうところはあると思いますね。まあ、例えばこのウウィィィンンマイティとウィンキートスがいなかったら まあ掲示板は無理でしょうけれどもまあ最下位まではいかなかったとは思いますしまああとはそうですねもっと落ち着いてフォーリー機種が乗れた場合だと最下位まではなかったんじゃないかなとは思うんですがまあただ、あのー、マジカルラグーンが強かったかというと僕は強いとは思わないですし、まあ、展開がきつかったにしてもちょっと今回の内容っていうのは良くなかったですね。 ただそれでも勘違いしないでもらいたいのは例えばもっと後ろから前に壁ができるような感じで馬群の中とかでもしくは外回る形でもいいんですが後方から流れに乗るような競馬だったらそれだったらついていきやすかったですし今回のポジションっていうのはもう実質逃げてるような感じに近いポジションから自分で加速していかなきゃいけない自分で競馬作っていかなきゃいけないポジションなんで。 さらに他の馬たちにプレッシャーかけられているっていうような感じなんでそこでマジカルラグーンがスッととといけるよううななタイプじゃなかったっいうことですねヨーロッパの方の競馬では2番手から流れに乗ったりとかそういう競馬できたんですが今回のバ,バアあとは日本のペースこの,あの途中からペースが上がるようなおかしなペースっていう中ではマジカルラグーンは自分で競馬作っていけるほどのスピード能力もなかったっていうような印象なんで。 ちちょょっっととととスピード能力にに関しししては日本の競馬だとちょっと評価を落としたた。方がいいいいかなっていう,ふうに思いましたでもさっきも言った通り後ろから足を貯めるような形ですね追い込むような形だったらある程度は対応できると思いますし、まあ、ここまで負けるような馬ではなかったということでもありますし単純に馬体に関してもあのパドックの歩き方良くないとは言ったんですが馬体はいいんですよね素質あるな雰囲気いいなっていう馬ではあるんですが。 ただその中で日本の競馬でイメージするとそこのスピード面だとか後ろ足の可動域前後の可動域が浅いだとかどうなのかなっていうような不安が出ちゃうっていうようなところですね。はは勝っった前奏は良い意味でもっと余裕があっててバランスも良くてっていうふうに雰囲気良かったんですがそれと比べると今回はやっぱり g 1で多少作りすぎたかなというような感じはありました。 たただ仕上がり自体は良かったんですよね、まあ、それである程度スタートも出ていいところ取れそうな感じだったんですが最初のコーナーのところで外から他の馬たちが割っときて内外から挟まれるような感じでポジション悪くなっちゃったんですよね。あれが痛かったっていうふうにマルタ騎手も言ってたんですがまあそれでだいぶ後ろになりましたしまあ,あの外へは出せるポジションだったんで外へは行ったんですが。 でででも、そうすすね、赤い糸とかはです、ね、外回りながらもうマイペースでずっと加速してたのに対してちょっと頬絵水に関しては、まあ、一旦その外からかぶされたりとか赤い糸に外からかぶされたりだとか,、まあ、なんか瞬発力でグイッと伸びなきゃいけないような競馬しましたんで。 その分、まあ、一瞬はいいところはあったんだけれどもその足が続かないっていうその辺なんかがちょっとパワー不不足足というかか能力不足だったかなっていうようよなな感じはありましたなのでレース前と同じイメージで他の馬たちがもっと、あのー、苦しんでくれてその中でホーエミズが楽して最後足を伸ばすみたいなそういうような競馬だったら上位に食い込んだ可能性はあったんですけれども伊豆上の奇跡。 伊豆城の軌跡は思ってたよりも仕上がり良かったですね前走よりも少し良い,いぐらいだったかなという風に思いますまあ、ただもともとあんまり器用なタイプじゃないですしまあ、後方でごちゃごちゃっとしたバグンの中に入っててまあ、それでパワーもそんなにあるタイプでもないのでまあ、きついところのバグンの中からなんか気持ちも切れちゃったような感じもありましたしまあ、やっぱ 外外回った馬たちの方が断然有利だったんでまあ、厳しい競馬の中でそれを跳ね返すだけの能力もなかったっていうところですねまあ、今回の仕上がりの感じだったら馬場が良かったりなんかした場合だとやれたかなっていうぐらいそれぐらい雰囲気は良かったですねアンドバラナウトアンドバラナウトは前走よりも良くなってると期待してたんですがまあ、あんまり良くは見えなかったですねちょっと がが強すすぎるのか分からないんですが前走ぐらい余裕があった方が良かったですしでも前走に関しても余裕はあるんだけれどもちょっと洗練された感じが足りないなというような感じだったんでまああの、まあ、どっち今回の仕上がりも前走の仕上がりもちょっと欠点はあったんですがただ前走の休み明けの仕上がりの方が欠点が少なかったかなというようなイメージがありますね。 ですからもしかしたらこのアンドバラナウトっていう馬に関しては g 1とか本番の直前とかあんまり強い調教とか直線伸ばすような調教をするよりかはもうほんと軽めで本数を増やしてそれで抑え込むような調教をした方がいいかもなとは感じましたですからあの今回多少その後ろの力強さが足りないような感じがありましたんでなおさら距離がしんどかったかなと思いますし馬場もしんどかったかなとは思いますので。 あとはあのムーア機種だと大胆に外回すとかそういったことすることがほとんどないのでやっぱり馬群の中うちの方とか行っちゃう癖があるのでそういった意味でもハマったかもしれないこともやれてないっていうところもあるっちゃありますね。ウィンキートス ウィンキートスは、まあ、極端に出来が悪いとかではないんですが、まあ、ただちょっとやっぱ作りすぎな感じがあってポリトラックで追い切ったんで見本の,のポリトラックとかだとその何て言うか体が動きすぎちゃうようなところもあると思うんで力が入るところと力が入らないところとがバランスがバラバラになるそういったような場体,体の使い方になりがちだと思うんで。 まあそれでなんかバランスというか力強さ重厚さが足りないような感じになったところもあるかなっていうふうに思いますね。でまあそうですね乗り方も雑でしたね高位でそれであの2番手のマジカルラグのうちの方からちょっと早めに行こうかみたいなそういったような感じで焦りが見える乗り方ですね。まあ、一発を狙おうと思ってたのかもしれないんですが、まあ、ただ今回の,そのローザ・ノワールの「ローザ・ノアール」の「 ベースアップ自体が無謀すぎたので、それについていく必要なかったですし、マジカルラグーンをらす焦らす必要もなかったかなと思いますので、まあ、なんか一緒に共倒れというか、自滅しまくったっていうような内容ですね。スタンニングローズスタンニングローズは、まあ確かにやっぱ前奏の方が良い意味で余裕があって、力強さも多少あったかなと思うんですが、まあ、ただ極端に出来が落ちたわけではないので。 八分ぐらいの仕上がりにはあったと思いますねただ、あのーまあ、この馬なんかも見ても分かる通り、まあ、中途半端なごちゃごちゃっとしたところから競馬した馬っていうのは全くっていうところがあってスタニン,ングローズだってここまで負ける馬じゃないですよねですからどれだけその内外の有利さっていうところその大きな差があったかっていうところでババ、まあ、も悪かったですし まあごちゃごちゃしてしんどい競馬したっていうような内容ではありますしスタニン,ングローズ自体そこまで器用なタイプではないので秋華賞の時は結構はまってましたんでそういった意味ではきつい展開になるとやっぱりジョ,ジョッキー含めて足りない部分があったかなっていうふうに思いますね。まあ、ですから今回前走秋華賞を勝ったことによって評価がさらに上がって本命視されてた部分もあったとは思うんですが、まあ、ただ僕は秋華賞の後でも。 はまっただかそういったことも言ってましたし、まあ、このエリザベス女王杯の予想動画の方でもそういうふうに言ってましたし、まあ、やっぱり競馬って結果だけ見て,て見てちゃダメなんですよね。ですからあのこういうふうに今回アラが見えたということで、まあ、それに関しては僕はレース前から分かってたことでであの今回これだけ負けたことに関してもこれも結果だけ見ちゃいけないんですよね。まあ、他の馬たちについてもそうなんですが今回 負けたからといって別にそういう能力というわけではないので上位の又市とここまで差があるわけではないのでなのであのスタニングローズの負けに関しても今回は参考外でいいですねナミウルナミウルはま周過症の時の方が良い意味で余裕があって重厚感もありましたんであっちの方が多少良かったかなとは思うんですがまあ、ただ今回も極端に出来が落ちたとかではなくてバランスもいいですし やっぱ結局はまあちょっと中段か中段よりもちょっと後ろ辺りで結構まともに競馬をしてしまってであの大外回すほどの度胸もなかったでしょうしまあなんか綺麗にまともに競馬をしようとしたんですけれども。 その中でやっぱ外外,外,外回った馬たちの方が断然有利でもありましたし、まあ、波よりも結局は中途半端な感じになってしまってるんで4コーナー前後とかでもスムーズに加速もつかないですしまバ、あ、馬場とかいろんなものも影響してるっちゃしてるんですけれども、まあ、横山武志のまだ技術が足りない部分とかでプラスアルファは梅大ジョッキーなんでまあ原因は一つではないんですが。 はまらなかったっていう部分も一番大きかったかなっていうふうに思いますし、まあ、僕はもともとジャパンカップ行くべきだっていうふうに思ってたんですけれどもまあちょっと牝馬同士なら勝てるかもしれないっていうふうにそういうふうに甘く考えた部分もあるかもしれないんですがもう全てにおいて悪い方向に向いててでとにかく 阪神ジュベナイルフィリーズから始まって桜花賞オークス周華賞そしてこのエリザベス女王杯と一つも勝てなかったわけですからね3歳牝馬で多分一番強かった馬なんですけれども、まあ、これっていうのはやっぱ馬のこと考えてやらないとっていうところはありますねルルビーカサブランカルビー・ー・カカカカササブブラランンは良かったですね。 もう全然人気がなかったんで多分レース前で僕がこれだけ高く評価したっていうのはちょっとおかしいんじゃないかっていうふうに思った人いるかもしれないんですがレース前のパドック見て、まあ、この馬高く評価してよかったなっていうぐらいそれぐらい馬体もよく見えましたねこの馬は本当に本格化して今が一番いいんじゃないかなっていうぐらいの仕上がりにはなりました。で 力関係に関しても全然通用しますしうまく乗っていれば多分上位に食い込んだと思いますし際どい競馬になってた可能性が高いですねですが後方でうちの本入っちゃったんですよねもう全然話にならないというかまだそのうちの方入ってもいいような馬場や展開だったら。 そこまで問題なかかったかもしれないんですがもううちに入ったら絶望的な馬場と展開だったんでやっぱり去年の赤い糸なんかは全く人気がない中で外回ってそういうようなハマり方もしたわけで、まあ、今年もそういう外回った馬がハマる可能性も高かったわけですよね。ですからそういったことを考えて g 1だとやっぱり外を回った方がハマることが多いので、まあ、腹くくって外を回すっていうような選択をしてれば。 まあ、掲示板は確実に来てたでしょうし、赤い糸よりも明らかに力は上だったので、赤い糸よりも先着して3着以内ですね。2, 2着争いとかしてたんじゃないかなっていうふうに思いますね。ウィンマリリンウィンマリリンはまあ、ちょっとその。重厚感は足りないというか、馬体全体が整ってしまってるような感じはあるんですが。まあ、ただ。 調子のいい時にこういうような時もありましたんで、仕上がりはある程度いいんだろうなっていうふうに思いました。まあ、そういった中でまあ馬場に関しても。外は回ってましたんで、まあそこまで響かなかったかなとは思うんですが、まただやっぱり。両馬場の方が良かったでしょうし、あとはそうですね。結構前の行位の外から早めって言うのは競馬でしたんで、ま直線でも。 他の2頭と比べるとうちの方ですね荒れたところ入ってましたしまあやっぱりあの追われるものの辛さというかですねまあそういうようなあの目標にされる不利さはあったかなっていうふうに思いますね。まあ、ただやっぱり連騎手ですんでその中でもしっかりと動かして直線もしぶとさ生かしましたしまあ ウィンマでも、ねまあ、この馬に関してはあの以前は切れる瞬発力があるイメージがあったんですがもう今はこういうような感じでいいと思いますね。基本早めっていうような感じでしぶとさを生かすとかそういうレースセンスとし,あのしぶとさっていうところを生かすような競馬していった方がいいと思いますしまあ負けたからといって別に力が劣ったっていうわけではないので、まあ、レース展開とか。 乗り方とかいろいろそういったものによってジェラルディーナに先着したり先着されたりっていうような赤い糸赤い糸はまあ去年の方が良かったかもしれないんですがまあ、今年もそれに近いぐらいの好仕上がりだったと思いますねまあ、ただやっぱりその少し力強さという意味底力という意味では劣るというのと でそういう風になってると距離的には多分1008とか2000ぐらいまでの方が乗りやすいかなというような印象はありますしこのメンバーで g 1で2200となると、まあ、そう簡単には勝てないかなというような感じでもありましたし、まあ、今回上位に来たっていうのはもう外と回ってスムーズに競馬できてもう外も頭が断然有利だったんで今年も赤い糸は去年と同じぐらいはハマってるんですよね。 まあですがもっといい競馬をした馬たちが上位の馬たちであってその馬たちにはかなわなかったっていうような内容で自力で差し込むほどの足も能力もないっていうような感じですね。でみゆき棋士がですねレース後に去年みたいにもっと早めにまくった方が良かったかなっていうようなコメントをしたんですが今年に関してはまくるのが難しいんですよね。それは、 ローザノワールがラスト900前後ぐらいからもう大胆に仕掛けてコーナーからきついペース作ってましたんで去年みたいな動き方を赤い糸がしたら足が持たないんですよねそ,れそういうような感じだったんで今回は待って正解だったと思いますただその待ったんだけれどももっといいケ馬ーした馬たちが前にいたんで単純に能力負けだと思いますしまあ今回はこのメンバーの中で一番いい 着順に近いような結果だと,だと思いますねも,もっと他の馬たちが能力出せば掲示板すらない馬なんでライラックライラックは、まあ、この馬としては仕上がりは良かったですし2着同着あっというすようなそういったような波乱の立て役者になったんですが、まあ、ただ、まあ、とにかく スムーズに外外回回っっったたた馬馬の一頭であってちがもう断然有利だったんですよねですから外からスムーズにパパのいいところで自分の能力を出せてそれで他の馬たちが極端にきつい競馬して自滅しまくったっていうような内容でしかないので例えばもう一回このメンバーでこのレースやりますよっていうふうになっても僕は印打たないですね印いらないです。 ただ今回はフロックではあるんですけれども能力が低いというわけではないですし相手関係が楽だったりだとか展開が向けばもちろんこういう構想はあるわけであってまあ今回は相手が弱かったから構想したわけですよね。というのは他の馬たちが自滅しまくって弱かったっていうのがあるので相手関係がもうちょい楽なメンバーだとかコースいろいろ展開とかはまった場合にはまた構想すると思いますしライラック自体の評価を落とす必要はないんですがまあただ今回。 番番目3番目に強かった馬かとといいうとそれは全くないですねテル,ットテルツェットはまああの奇跡的にこの距離が向くような感じに仕上がってればとは思ってた部分あるんですが、まあ、ちょっとやっぱりいつものテルツェットというか距離的には1,008ぐらいがベストかなっていうような雰囲気ででさらに今回。 内の方馬場が荒れててさらに馬場も渋っててっていうことになると、まあ、ちょっと距離的にこなすのが難しかった部分もありましたし、まあ、あとは中途半端な競馬になりましたんでもっと極端に後ろから足をためて外を回すとかそういうような感じだったら掲示板ぐらいはあった可能性はあるんですけれどもまあ何というかちぐはぐなまともに競馬しすぎたような感じありましたね。 ウィン・マイティウィ,ンマイティはこの馬なりに仕上がりは良かったと思いますね、まあ、ただこの馬も3歳の時ほどの洗練されたキレみたいなものはなくてどちらかというとスピードとパワーで勝負するタイプに寄っているところがあってまあ、くるような競馬とかあとはそうですね直線向くまで我慢して直線だけの競馬とかそういうような競馬だったらある程度長く足は使えるんでしょうが。 ある程度ポジションを取ってまともに競馬したりだとか一瞬で速い足を使おうとすると使える足が短くなっているようなところがあって素足の持続性があんまりななないような印象なんですよねですからあのまずポジション取った時点でどうかなっていうふうに思いましたしあの行為の,のポジションから最後まで伸びきるほどの足がないので、まあ、距離的にも。 1008ぐらいがベストかなとにかく正攻法の競馬しすぎたっていうところもまず間違いだったかなと思うんですが更、まあ、にそうです、ね、ローザ・ノワールがラスト900前後ぐらいから極端に無謀なペースアップしたところそこでまともについてってっていうような感じでもありましたんで、まあ、マジカル・ラグーンとかうちのウィンキートスがあんな動きしてたんでついていくのはしょうがなかったかなと思うんですが。 このウィン・マイティに関してもちょっと楽な競馬にはならなかったなと思いますね、まあ、ただうちの2頭と比べると少し馬場のいいとこは通ってましたんでその分多少マシな競馬はしたかなというようなところはありますねジェラルディーナジェラルディーナはあの馬体面に関してはいいんですよねただやっぱりあのチャカチャカしてましたしそれとクリスチャン・デムロク種は本当に自滅が多くて。 大丈夫かっていうようなレースが条件戦で続いてましたんでそういった意味でレース前のこの動画作った時予想動画の時っていうのはクリスチャン・デ・ムのノ騎手の不安定さとジェラルディーナの足がたまるかどうかっていうような不安そこのギャンブル性の高さから他の馬たちと比べてちょっとあのー、印をつけなかったっていうところがあったんですね、まあ、ただその回2着以内のところでは確実に買うべきの位置をつけてますし まあ別にフロックで勝ったわけでもなくて、まあ、本当に本格化してきてて、まあ、馬が化けたって言ってたようにその能力が出たからこそ普通に勝ったっていうような内容ですね。でさらに外,外外を回ってた馬たちの方が断然有利の中でジェラルディーナは外で折り合いがついてタメも効いてっていうような内容ではありましたんで、まあ、力出せば有利な ババ有利な進路も通ってたわけですから、まあ、これっていうのは順当勝ちっていうふうに捉えてもいいと思いますね。